ン三世カリオストロの城、そこで今夜はね、お客様をお招きしております。こちらにいらっしゃいます。ようこそ僕の映画の部屋に。どうも、いいお部屋にお住みですね。もうこの部屋です、お客様です。去年の秋から。あ、そうです。こちらがルパン三世の山田康夫さんです。でございます、はい、そして峰富士子さんの増山英子さん。増山です、こんばんは。ね、このルパン三世って話がよくできてるね、本当にね。水曜ロードショーでも随分やってるんですよ。そうですね、はい、やってるんですけどね、はい、ありがとうございます。どうも、あなたはやっぱりヤスベもこう、僕らヤスベって言ってますけど、漢字ルパン三世みたいだね。長いことですか、ね、だんだんそんなになっちゃったね。やんなっちゃった、うん、それあれだよね、増山さんもそうだね。なんとなく藤子さん、なんかあちこち出っ張ってきたりなんかして、あっちこち出っ張ってきたりなんかして、あの二人がいつもやってるんだけど、今日も僕あなたってあのね、アテレコは前やってたからさ、ちょっと一緒にやらせてもらおうと思って、あの石田忠夫さんがやったら、あの伯爵を僕やってくれます。悪いの、おジャックレモン。じゃあお願いしますよ。ドキドキするんだけど、できっかな。あの、あ、出なさい。あ、出た。79回、はいはい、うん、小声でなんて書いてあるね。指定するな、この野郎。こんばんは、藤子ちゃん。ルパン、仕事に熱中してるご婦人は美しいね。もうこんなとこまで来ちゃったの。1年ぶりに会ったっての釣れないんだよな。ずいぶん探しちゃったんだから、あら、会わねえんだ。ルパン、探してんのは花嫁さんの居所でしょ。あら、知ってたの。教えてあげてもいいけど、私の仕事の邪魔しない。しない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 、したこともないんじゃないの。どうだか、北側の塔のてっぺんよ。もっともとても入り込めないでしょうけどね。はい、おじさんはここですよ。すぐ戻ってくっかんね。さて、何して遊ぶのかな。また会わね。君を引き裂くのは簡単だが、コソドロの地で花嫁の部屋を汚すこともあるまいと思ってな。そんなこと言っちゃって気取りやがって、後で後悔すると。減らず口はそれまでだ。あらら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 らなんて、やったもんね。やったもんね。でも本当あれだね、いいね、もう今度やってもらおうと。あの、さて、その来週のルパン三世、カリオストロの城、それじゃ皆さんちょっとですね、ちょびっとだけご紹介しますから、ご覧ください。確かにもらったで。貴様はルパン。エルパン先生、カリオストロの城、今回はですね、このヨーロッパの小国カリオストロというところにこのルパンが行きまして、そこでお姫様を助け、水殺製造の秘密を暴くという活躍ぶり。今や式場は大混乱です。あんたはしかしこう、あれだよね、こうなんていうのかな、ルパン三世ってのはあの007みたいなさ、あなんかこうバタクサ、日本人が作ったものなのに、こうひどくこうなんか、あの、そういう洋風な感じがするんだね。国籍不明みたいなね。さて、それじゃあここでね、この春の目玉、この時間の目玉をいくつか紹介します。まずはこれから、俺っちのウェディングです。これは結婚式の当日、この花嫁が何者かに刺されましてね、でそれからですね、このいろんな事件にこう巻き込まれていくうちに、この二人の中にこの愛の姿がいろいろこの変わっていくという、新感覚のこの非常にこのコメディタッチのサスペンスロマンです。ここから靴揃えて飛び込んだりしないでよね。この春の目玉、続いては宇宙戦艦ヤマト完結編。アニメ史上不滅の金字塔を打ち立てた宇宙戦艦ヤマト、10周年を一つの一区切りにして、今回お送りする宇宙戦艦ヤマト完結編です。この時間のこの春の目玉、続いてご紹介するのは誘拐報道。これは昭和55年の1月にあの兵庫県の宝塚市で実際に起こった小学生誘拐事件、これを読売新聞社が本にしまして誘拐報道というのが出ましたけど、これの映画化です。日本アカデミー賞も受賞した小柳ルミ子さんの演技が光っていると。これはこの犯人とそして新聞記者たちの葛藤を描いた日本映画の傑作です。そしてこれも話題作、チャタレー夫人の恋人。まあ約半世紀ぐらい前になりますけども、 D.H. ローレンスによって書かれた世界的なこのベストセラー官能小説、チャタレー夫人の恋人の2度目の映画化でございますが、今回このチャタレーにはあのエマニュエル夫人のシルビア・クリステルが扮しております。私個人的にこのシルビア・クリステルは好きですね。
いてはこの、鬼才大林監督の奇想天外なドラマ転校生。ある日突然男の子と女の子の体が入れ替わっちゃったらどうなんだろうかというような非常にこの奇想天外なドラマ、しかもこれをあの尾道という素敵な街を背景で繰り広げる、まあ、変わった青春転校生です。ねえ、あんた本当は斉藤和夫君なの？うん。お前の顔が見れねえと心配だから。そしていよいよお待ち遠さまやってまいります、エンドレスラブです。まあ現在世界最高の、美女と言われているブルックシールズの、主演作でございますけども、しかも監督があのロミオとジュリエットのフランコ・ゼフィレリ、そしてバックに流れている、音楽あれをまた、エンドレスラブ、ついにこの時間に間もなく登場します。以上がですね、この春のこの時間の目玉商品だ。大目玉ですね。結構並んでるでしょ。あるある、大したもんだ。楽しみです。あるんですよ、さすが。そこでこの来週はお二人の、ルパン三世カリオストロの城です。来週はルパンです。どうぞご期待ください。どうぞ。